諜報戦、メディア戦、国家テロ戦、サイバー戦、現代では武力衝突を伴わないさまざまな国家間の争いが水面下で進行中と言われています。これは陰謀論でも何でもなく、アメリカの CIA、 イギリスの MI6、 ロシアの FSB、 イスラエルのモサドなど各国が秘密情報部隊を組織し、国家的な諜報活動をしていることは周知の事実です。これら実弾を伴わない戦争のことを中国では朝元戦と表現し、グローバリゼーション時代の国家戦略として全世界に広く知れ渡っています。日本でも第二次世界大戦前夜、1937年、これらの秘密戦に関する教育訓練を目的とした軍学校が現在の東京都中野区中野4丁目付近にひっそりと設立されていた過去があります。陸軍中野学校、通称東部第33部隊として有名です。彼らの目指すべき英雄として掲げられたのが、明治大正に活躍した明石元次郎陸軍大将。日露戦争で日本に勝利を呼び込むため、ロシア革命を後押しするスパイ活動を行ったことで有名です。当時のドイツ皇帝ウィルヘルム2世が、明石元次郎一人で満州の日本軍20万人に匹敵する戦果を上げていると称えたと言われています。戦争における諜報部隊の存在は、めったに歴史の表舞台には現れませんが、日本にも確実に存在していました。外国の国家体制を覆すほどの陰謀を画策し実行したのは、どんな人物だったのでしょうか。明石元次郎は1864年、裕福な福岡藩士の次男として誕生。13歳の時、陸軍士官幼年生徒に選抜。とても優秀な少年でした。陸軍士官学校を経て陸軍大学を卒業しますが、学生時代の元次郎はとにかく変わり者。お稲荷様にお供えされた赤飯を盗んで食べたり、整理整頓服装に無頓着で猫の毛だらけの軍帽をかぶり、へそを出して軍服のズボンの裾を引きずりながら歩いていたという逸話が残っています。しかし元次郎は語学と算術に優れ、フランス語、ドイツ語、ロシア語、英語を完璧に操ることができました。陸軍大学卒業後、参謀本部に勤務中に米西戦争が勃発。元次郎は艦船武官としてスペイン植民地のフィリピンに赴きます。そこではアメリカがフィリピンの独立運動を支援し、自ら戦わずしてフィリピン市民軍の力を使ってスペイン軍を撃破。その様子を目の当たりにした元次郎は、敵の中の反抗勢力を支援し敵を弱らせるというスパイ工作のやり方を学んだと言われています。1904年、日露戦争が開戦すると、元次郎はスウェーデン・ストックホルムに移転した駐ロシア公使館を本拠地とし、ヨーロッパ駐在参謀という職務のもと、諜報活動を開始。帝政ロシアの圧政に苦しむ周辺国の反ロシア運動や、ロシア国内の反政府勢力と接触。資金や銃器を提供し支援していきます。ロシア政府が極東の日本との戦争に 100% の力を注げないよう、ありとあらゆる反政府デモ、ストライキ、
さまざまな破壊活動を後方支援し、先鋭化させていきました。またこれらの反ロシア運動の様子を西側諸国のマスメディアを使って世界に拡散、ロシア政府に対する国際的な信用を落とすことにも成功します。これら元次郎の諜報活動に、当時の日本政府は現在の紙幣価値で約400億円、一説によるとそれ以上の巨額の資金を提供していたと言われています。やがて内政混乱で戦争を継続できなくなったロシアは、早々と日本との講和に応じることとなり、日露戦争は日本の勝利で幕を閉じます。その後、参謀次長となった元次郎は順調に出世するかと思いきや、1914年まさかの左遷。4年ほど不遇に過ごしますが、1918年陸軍大将となり、第7代台湾総督に抜擢。元次郎は台湾の近代化に大いに貢献しますが、わずか1年後病没、享年55歳でした。短くもドラマチックな一生を過ごした明石元次郎、どんな人物だったのか、リーディングで探ってみました。見えたビジョンは、人の群れから群れへすすっと移動する元次郎の姿です。陸軍では協調性がないと評されていたようですが、国内外問わず人間のグループに同化するのが得意で、一つのグループに定住せず、どんな集団にも自然に溶け込んでしまいます。生まれながらの諜報部員と言えるでしょう。さらに柔軟性の塊と言いますか、ことをなそうとした時に、こちらがダメならあちら、あちらがダメならそちらと枝分かれするように柔軟に道筋をつけていく様子が見えます。頭の中で複雑なシミュレーションができ、手段を選ばず、思想にとらわれず、たくさんのパターンを貪欲に行えるタイプです。また相手を煙に巻いていく様子が見えます。変わり者と言われた性格ですが、自分の本性を見せず虚実取り混ぜて相手を攪乱させるのが上手だったようです。正々堂々と戦うを真逆でいく、まさに陰謀を仕掛ける側の性格と言えるでしょう。諜報員として非常に優秀だったと思われる元次郎が、なぜ陸軍で左遷されたのでしょうかと聞いてみました。犬のような鼻先をクンクンと上に何度も突き出すビジョンが見えます。鼻が効きすぎる、そんなところが陸軍上層部に嫌がられたのではないでしょうか。何らかのほとぼりが冷めた頃、台湾総督府に抜擢されたと解釈しました。現代はウクライナ・ロシア戦争、ハマス・イスラエル紛争、米中対立など、世界情勢はますます複雑化し、きな臭い様相を呈していますが、明石元次郎のような人物は、今の日本に存在するのでしょうか。レーディングでは、いくら教育されたからといって、諜報活動のような仕事は誰もができるものではないと感じました。皆さんのご意見はいかがでしょうか。